けど取れます、はい、でこれぶつけちゃうとでなんか 手首くるから嫌だから固まるんですよね。これだからこの意識があると助かっちゃうんですよ。感覚的にはずっとこの感覚でただこれをこう触って、そうなりますよ、ね、ここで、まあ、2回抜けたくないから頑張りますよ、ね、はい、でここはこの感覚なんでこっちを抜いておこうかな、それをちょっと入れよう、はいはい、最初受けてあげて、最初ができる、はい、最初こう、こうも、そう、そう、この形が欲しいんですよ。ああ、はいはいはい、ああ、こういうことで、こうで、まあここまでですよね、はい、この後、このままだとこういう感じなんですね、はい、まあここまで回ったとして、はい、で、ちょっと力抜いてもらっていいですか、はい、女性の人とかだとここで柔らかいからスパンと抜けちゃうんですよ、はい、その時にこれこんな感じですよね、はい、でさっきのあここにスターっていうのがここにすごい重要で、はい、こんな感じがしてます、はい、もうここの密着で結構嫌な感じっていうかもうピターっと張り付いてるから動けない感じが、そうそうそう、これがこういう押し付けだと分かります。これは反応できるんです、はい、だからこのピターってまあない感じが、はいはいはい、ああなるほどなるほど、ああこういっといて、あこう、うん、もっときちゃうよ、どうですね、あこう、うん、はい、こういうことかな、こういうことかな、でこれどうなんですか、ここからもうほぼこの密着で隙間がなければ決まってる感じは、まだ、ああ隙間がなければいいんか、うん、ない方がもう相手が、ああこれをこれでもう決まります、ああ、なるほど、もうピターッと決まっちゃってるから、あとはブーッと落ちる、ああああああ、こういってここからのとこって、はい、ちっまあ、形違うというか、ちょっと我慢します、はい、ここにこういうテンション、もう、どうかできますね、じゃなくて、今のこの感覚はこういう感じなんですよ、で、これがスーッと入ってくるから、違いますよね、違いますね、みんな、関節が決まって、こうなってる感じがするんですけど、あ、ここが、はい、そうそう、だからそこが、あれ、いや、ちょっともう一回やってみよう、これで。防御しとくでしょ、はい、これでこう、ね、あ、この瞬間分かっちゃうじゃないですか、分かるね、なんか横です、おー、分かりますよ、はい、何も、足も何もしてないんですよ、やる前って何もないの、この瞬間分かっちゃう、分かるね、だってもう、だここを1、2にしてないんですよ、あこの感じがスーッと、だ準備はさせない、ちょっとやって、え、これが、うん、あ、そう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 、こうしたら、うん、分かっちゃう、分かっちゃう、分かっちゃう、これを、うん、もっとないない、うん、近い近い近い、もっと、もっとな、あの、もう、あの、やんないんだね。この、この、もわーっとした感じがしてます。あ、関節をわざわざこう、あ、例えば、じゃあ、ちょっと関節変えないですけど、はい、これ入んないじゃないですか。はい、この、もわーっとした感じでいいんですよ。関節じゃなくて、このもわーっとした感じがこうしてる。関節じゃないけど落ちますよね。いや、それを信じないと。あ、わかりました。
そうですね。ちょっとやってもらっていいですか。これは僕はできないんですよ。できないんですよ、こういう系。ちょっと普通に関節取る感じで言ってもらっていいですか。はい、もうほら、もうこの時点で鉄になっちゃうから、相手が。ほんまやな。これもう 100% 無理や。無理ですよ。絶対無理です。これよ。あ、そうそうそう。これでも皮膚ですね。皮膚です。関節を取りに行ってる感じじゃないから。ね、皮膚のなんか、こう、皮膚を取ってる感じやな。関節というより。ああ、こういうことですね。そうです。もう我々できないんで。え、そうなんですか。そうです、こういう系。これ、これ、このままこう。あ、こういうふうにずっとこれでいけるっていうか、っていうようなことか。いや、素晴らしい。反応しましたよね。じゃなくて、このぐらいの感じなんですよ。で、これが下に行くんですけど、反応しましたね。体は下に行ってる、これは、こういう感じ。これがそのまま下に行ってる、この感じ。いい反応されますね。そうか、こんな投げられるか。ちょっともう一回やってもらっていいですか。え、これで倒れなくていいですか。はい、ちょっと、はい。これもう分かります。分かる。もう。分かる。だから、この幽霊が、ふわーっと、手があるけど、もわーっとしてるんですよ。もわーっとした感じだと、別に、こんな位置からでも。これが分かりますよね。分かります。このもわーっとした感じがすごい。そうか。やってみていいですか。どういうことですか。こう、これで、うん、これでこういうことですね。うん、形的に。だから、どう。これも感じてる。これちょっと待って、これどういうことですか。これはこっちを触れて、今こっちの引き、はい、引いちゃってるから自分の足がもうこう、ああ引いてますね。引かずに、いい、もう引いてる。じゃあこれどうやってこっちに行きますか。そっちには引っ張ってない、下に沈んでるだけ。ああ、いやもうこれ強い、もう反応してるんです。じゃあ、このぐらい。ああ。触れるか触れないかで肘が落ちてる。僕の、はい。はい、もうぶつかる。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。こういうことか。もう、はい。もうぶつかった。ぶつかってますね、ぶつかってますね。ああ、もっと、ここ、抜いて。今、こういう感じだから、ああ、こういう感じ、ああ、さあ、はあ、はあ、で、肘から、ここはもう何も反応させない、今こう来ちゃったんですよ。はい、この感じで肘が、ああ、沈んでいけばいいですか、僕ら、まあ、なるほど、なるほど、肘から沈む、肘からぶつけない、あ、ぶつけない、肘が沈む、ああ、そう、そう、はいはいはい、肘から最後、ここは最後なんですよ。ああ、みんなこっからやろうとするから、ここは最後で、こういう感じ。ああ、こういう感じ、最後で、そういうことか、そういうことです。この感覚のまま行く。ああ、こうか。今でも食いちゃったから。1なんですよ。止めないで。が今微妙な。そう。とここに来ないから。ということで、リフを掴んだっていうのは、僕が今こう、ここは、これでも
やりすぎちゃうと気づくんですよ。これが、これが、あ、このくらいなの？このくらいなの。このくらいだと。あ、これはやりすぎ、やりすぎ。やりすぎ。や、やりすぎ、やりすぎ。あ、これ。ああ、そう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 。そうそうそう。それを握手の時に、最初の今のでやりすぎちゃうと、この差し込みがあると気づきましたよね。だって、このぐらい。で、もう取ってるから、そのままこれです。やりすぎてる。ということは、この状態で、これでもやるんですよ。いやいや、今のいいんですよ。この状態で、ゆるかい。ああ、そう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 。それでいいんですよ。こうしたら、はい。で、あれですよ、意識が高いと、結局、こうしなくちゃってなると、ここに来るじゃないですか。だから気にしないで、指がこの下に来る。高くても、関係ないんですよ。ここが下行ってるから。どんな位置にあったって。怖いから行かないですよ。指が折れば指が。そもそもここじゃないから、こっちだから。スタートがみんなここにぶつけに来るから、じゃなくて、そもそもこっちだから関係ないんですよ、ここは。はい。高くたって。ここに押し込みに来るから。さっきの相手上げと一緒です。こっちが分かるとこうなっちゃう。よし、そう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 。指から。指からポンって。それでもできるんですか？いや、うん。これが横になってるんです。はい。で、これも、極端なんですけど、ここ使っちゃうと、この手の硬さが出ちゃう。これもだからこういう感覚が下にすると。この感覚が、そうです。感覚が。最後はやっぱ掴んじゃう。あ、最後掴んでるんですか？あ、でも今の雰囲気は。はい。そうなんです。これなんででも倒れるんですか？おっと、今、ちゃう。こうか。そうそう。ダメなのが、多分、こういう感じなんですよ。肘が内側に入ってくると、こういう感じが。なるほど。僕は肘の方向に引っ張られてるだけのことなんですね。そうです、そうです。こういう感じになってる。ここが、初動がこっち使っちゃうと、どうしても倒したいとこをこうやっちゃう。それでも反応してるでしょ、はい。ここはふわーっとしてて、肘先行でこう使ってくるから。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。相手の体。ここが硬いと、こういう押し付けの手が出ちゃう。この、こういう感じが。この意識が結構重要ですね。それがさっきのここもそうですよ。肩肘があると、この感じ。この感じで下に行くと、全然違う。なくなっちゃう。これあれですね、なんか投げてるとか、こう、下にやってるようなイメージがこっちにあるから、こう、やれちゃう。そうそうそう。だからそこがそもそも違う。そうそうですね。ぶら下がる。ここが感じなんだけど、ぶら下がないで、ここの皮膚にこう触れてるだけなんですよ。で、シルクがスーッとこう滑ってる感じをここにしちゃうと。
うん、まあそう、ね、腕立て伏せ、行っちゃおうからこれを感じるんですよ。ない、ない、ここでもしてここに行くから、うん、この感覚のこれを下にするシルクがスーッと滑って、こっから、あーあー、OK、OK、あああ、これは指先じゃないんですか。うん。ああ。指先の感覚は一緒ですよ。ダーンとは滑らないけど、グッとスーッといってます。ああ、はあ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 。ああ、こう。これは抜けて、肘から下にする。ああ、そうか。おお、そうです。OK、OK。投げてないんですよ、だから。うん、そう、まあ、もう何もしてないですよ、ね。余裕っていう。こうなってるだけか。一、うん、人でやったらこういうことですね。そう。電車の釣り場捕まってて、あ、うん、眠くて釣り場がして落ちる。おー、そう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 。やるとこうなんですよ。もうここをこうあーって抜いた感じのこの手が、あーって、あーってやって、あーって抜けちゃうんですよ。これでなんかちょっと拍子抜けするんじゃないですか、そっちも。これをこうやると、あー、うん、あーこの、うん、あーなってる。でもこういうこと、首の重さも使っちゃった方がいいですよ。はい、うん、この重さがそこにずんと、ああ、うん、ああ、電車乗っててなんか、はいはい、うとうとしてて、はあ、ってなる。おお、あ、そう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 、かかるとこれが落ちるじゃないですか。この感じのやつで、これが落ちてる、これでこの感じがする。この感じで肩肘もう諦めてここだけ力抜いて、ああ、そう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 、それそれそれ、腕でやっちゃう、もう動かない、乗っけといても肩肘やめちゃえば、乗っけといて肩肘やめますよみたいな、ここずーっと撫でながら肘が下、ここ意識、グーじゃなくてここを舐めて肘も一緒に落ちますよって感覚の場合、うん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 、おお、あ、そう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 、そして自然に、おお、そういうこと、結局皮膚に入ってます、ああ、おお、ああ、うんうん、これがあるとぶつかっちゃうんですよ。はい、だから肘抜いた時になくなっちゃったんですよ。で、あとはひょいって、それだけです。肘がなくなれば、あ、もっと開いて頑張って。これがあると、これなんですか。でもこれが、これが、これが。で、行く時にこれが出るとまた蘇るから、この消えた感じのこれがスッと。あと、この、ずーっとこの感覚、この押し込みが来ると気づきますよね、うん、じゃなくてこの感覚のままずーっと、北海は壁行き止まらないで通過、ああ、そう、おお、そう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 、ああ、それってもうがっちり持ったらいかないですよね、そこで、これ、うん、はあ、こうしたら、そうだ、ああ、指先の意識が向こうに進むから、ああ、そう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 、そういうことか、うん、じゃあこれは、え、これはほんとゆっくりでも、ゆっくりでも、まあこれタイプ違うから、はい、
これって肘からこう先行したりする。ああ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。ああ。当たってる面が柔らかいから相手は守れない。ああ。おはい。うん、そういうこと、そういうこと。あ、こういう意味ですか。ああ。それがだから応用で、今の小手返しのところはこれですよ。はい、テンションがこれだと、はい、ぶつかっちゃうんですよ。こういう感覚で、肘が先行して、最後のここに来る。そんなつもりだね。いやいや、いやいや、あ、まあ、肘が行って、ここに、まあ、こうやったんと、持ってやったんと、一緒でいい。これは続いて、肘が先行して、最後のこれが。ああ、そんな、そんな、ああ。ここふわーっとすっぽ抜けないで肘が先行して最後にこう、ああもし、まあまだはい手首固めない。今だとこう固めちゃって分からなかった。もうこうふにゃーっとしてこういう。天気のハケでこう塗ってる。こっちがこっちが先行して最後にこっちがついてる。ここは最後まで残してあげる。ああ。ああ、欲しい欲しい欲しい。そうだと思うっていうのを